幻想郷は全てを失った。思い出も記憶もそこには何も残っていなかった。レイムは幻想郷を復興させるため記憶の結晶御霊カードを探す旅に出る。復興の鍵を握るは弾幕神楽。御霊カードは復興の力となる。荒れ果てた幻想郷の住人たちと出会いを重ね、レイムの果てなき旅が始まる。一方、マリサは行方不明のレイムを探す旅に出る。果たして二人は巡り会えるのだろうか。新モード弾幕ステージ実装。東方弾幕神楽に実装された原曲も実装。東方プロジェクト公認二次創作リズムアクションゲーム、東方弾幕神楽ファンタジアロスト、2024年2月8日スチーム版発売。